あいつこんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどを作ってもらう企画です。はい、ラジオネーム三平。有吉さん、 R25 というフリーマガジンに25歳から39歳までの男性に聞いた一緒に旅行に行きたくないタレントランキングが掲載されており、1位恵比寿吉和、2位加山雄三、3位高田純次という不可解なベスト3の次に意外な人物がランクインをしていたので、理由とともにお知らせをしておきます。4位、有吉弘行。理由、毒舌すぎて大変そうだから、いちいち文句が多そうだから、わがままを言いそうだから。てのか、街歩き番組の出演者ばっかりじゃねえか。どんだけ想像力ねえんだクソバカ野郎。どう考えても三河源氏と神田うのだろ。狩人みてえな毛皮のコート着せられて、トンボみてえなグラサンかけさせられてよ、クソみてえなブランド品死ぬほど買わされた挙句な、お化粧したフリーザみてえなジジイにもっと端っこ歩きなさいよとか言われるんだぞ。拷問じゃねえか。あいつらと旅行に行くぐらいならな、有吉と公園行って相撲取ったのがまだマシだ。絶対負けねえからな。本当だ、恵比寿さん、加山さん、高田さんで俺みんな散歩番組。そうですね、やってますね。あ、なるほどね。ですか、そうなんだ。ね、面白いランキングですよね。ラジオにペケミニ。有吉さん、機動戦士モンゴルこと一ノ城隆の野郎が熊本で行った巡業で記者から体重のことについて聞かれると、この痩せる痩せる詐欺師は深刻そうな面してこんなこと言っていました。本当のこと言っていいですか。実は九州場所の前に測ったら213キロあって、まずいと思ったから場所の初日までに209キロまで落としたんですけど、この前もイタリアのお店でパスタととんかつとカニを食べて、その後に飲みに行って馬刺しを食べて、締めに ラーメンを食べちゃったので、もしかしたらもっと増えてるかもしれないです。215キロは超えたくないです。215キロは癒やす。こら、たかし、いい加減にしろ、この野郎。お前、去年までな、牛や馬が200キロとか300キロあるから人間として200キロ超えたくないって、かたくなに言ってたじゃねえか。なんで1年経ったら人間のハードルが215キロに落ちてんだよ。しっかりしろ。お前にとって馬は子供の頃から仲間じゃねえのか。なんで馬刺し食ってんだよ。なんでイタリアに行ってとんかつ食ってんだよ。なんでパスタ食った後の締めがラーメンなんだよ。お前絶対215キロ超えてるだろ。もう有吉ゼミに出てな、たらふくおかわりしてギャル曽根から大金星あげろ。すごいな、一応怪物だな本当に。全然だな、もうこいつ。ラジオで満腹ていなり。男子高校生のおかずナンバーワン、山本さやか氏が AKB10 周年ライブに参加をしてこんなことを言っていました。昨日10周年特別公演があって気合が入りすぎてマイクにぶつけて前歯が欠けたんです。そんなにわからないぐらいのレベルなので大丈夫です。おい、ゲスラーのみんな、秋葉原の AKB 劇場付近にて山本さやかの前歯の破片が落ちているとの情報を入手した。ゲスラー、おい、ゲスラーのみんな、ゲスラー、総係で、山本さやかの前歯のかけらを探し出そう。見つけたらそれを、すり鉢で粉末にして、みんなで握り飯に混ぜて、美味しくいただこう。考えただけで勃起してきたな。有吉さん、射程であり、AKB 総監督である横山優衣に言って、ゲスラーのために劇場を貸し切ってくれませんか。あと、使用済みパンティーも数枚頼んでおいてください。お願いします。くれませんか。了解しました。ダメです、了解しました。ラジオネーム、マッチョバチョ。あゆさん、アメリカの会社がベーコンの香りがする下着を販売したそうです。値段は1800円。ベーコンは発がん性を指摘されたのですが、アメリカではベーコンは欠かせないため、匂いだけでもとベーコンの香りを下着に織り込んだそうです。有吉さん、納得しましたよ。僕のチンコは常時ベーコンの匂いがするのでアメリカ向きだったんですね。確かに今までそこら辺の汚い犬ぐらいしか寄ってきませんでした。しかしこんな僕もやっと童貞卒業です。今の時代は包茎でもズル向けでもありません。
ベーコンなのです。ベーコンこそが次の流行でありファッションとなるのです。レディーガガの頭の上に僕のベーコンが置かれる日もそう遠くはないでしょう。すげえな、ベーコンの下着だって。ああ、女の子がベーコンの匂いしてたらどうかな。やったな。パン、ご飯、どっち。え、そういうことですか。そういうことですか。そういうことじゃないですよね。そうじゃないでしょ。いけないですよ、そんなんで。パンかご飯。え、いけないっていう前提なの。え、行くとしてじゃないの。ベーコンの匂いしてたらご飯。おかしいじゃないですか。ちょっともう最初のスタートラインが違ったみたいな。違いますよ、それはね。あ、すまんすまん。すまんすまん。行きますそこで。全然違ってましたよね。すげえな。タジオネーム。いや、どうしようかな、これ長そうだけど、行ってみるか。じゃあ、ラジオの妖怪きなこじじい。はい。有吉さん、すでにニュースや特番などで大きく取り上げられておりますが、先月30日、ゲゲゲの鬼太郎や悪魔くんなどの作品で知られる漫画家、水木しげるさんがお亡くなりになられたそうです。うん、私のラジオネームは、妖怪こなきじじいをもじった名前ですが、うん、実はこの名前を付けた理由は、10年ほど前に東京で飛び込み営業のアルバイトをしていた時、たまたまピンポンを押した家が、水木しげる先生のご自宅でした。その際、田舎者丸出しの僕にお茶を出してくれたりサインをくれたりと優しくしていただき、とても感動しました。その時の会話で、ゲゲゲの女房のモデルでもある奥様には、奥様に僕は小さい頃頭がでかくて小泣きじじいみたいだったと友達に言われたと、エピソード話したら、そんなことないわよ、あなた可愛い顔してるじゃないと言っていただいたので、少し可愛い名前にした妖怪きなこじじいというラジオネームを使わせていただいております。水木先生すいません、あの頃の僕は上京したてで夢を抱いておりました。長野から出てきて小説家を目指しているという話をしたら、先生はわざわざサインの横にイラストまで書いていただき、頑張れよと言ってくれました。僕はその時本当に嬉しくて、絶対夢を叶えようと決心しました。しかし時の流れは残酷で、僕は東京で目先の金欲しさにアルバイトに精を出し、酒ばかり飲み、キャバクラを覚え、風俗にはまり、もう小説家になるなんて夢はほったらかし、ひどい生活をしていました。怠慢な生活で腹の肉と借金だけが増えていき、東京で手に入れたものといえば虫歯と性病ぐらいでした。そんな生活が続くわけもなく、ついに首は回らなくなり、3年前に夢破れ、故郷に帰りました。今では実家に帰省しながら、ポテチと炭酸飲料を飲みながら、テレビとラジオの生活です。もう僕は本当の妖怪になっているのかもしれません。しかし、あの時先生にサインを書いていただいた妖怪大百科は僕の一生の宝物です。うん、とりあえず今すぐ何かやろうという気は起きませんが、起きないんだ。先生が生前に言われていた、幸福の7か条の6番目、怠け者になりなさいを心情に、これからもぼちぼち頑張っていきます。本当にその説はありがとう。わからずやバカ。エンジェルあげとこう。以上です。